はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。水間様、小川様、みゆき様、横田様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、正幸様、永田様、みゆき様、平様、直国様、陽一様、野崎様、うずめ様、光る光る様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。ありがとうございます。2月11日、メール党員懇親会、紀元節の会、開催、紀元節の集い、でもいいかなと思ったんですけれども、紀元節の会、水間さんが考えてくれまして、ご応募方法はメールの方をご覧ください。ハンドルネームで、ご応募できます。本名を言いたくない人もいらしてください。セクシー田中さん原作者、芦原ひな子さん生前、ドラマ化を今からでもやめたいと周囲に話していた。原作に忠実にという約束は破られ、漫画の締め切りと並行して脚本の過失修正に追われ疲れているようでしたという記事が出ました。世論です。完全に脚本家のせいやん。やっぱドラマのせいか。日テレも小学館もゴミだわ。契約書の中身が気になる。嘘つき日テレと会話が成立しない脚本家にやられた確定。納得いかないんだったら鼻から話受けちゃダメだな。やっぱあまりにも影響が大きすぎるので遺書を早く公表すべきだと思う。脚本家は赤に鍵かけて逃亡中。相沢智子って直木賞作家の小説もパクったんだってな、ということらしいんですけれども、完全にですね、毎回毎回原作を無視してですね、大幅修正が必要な脚本を毎回毎回提出した、相沢智子と、その行動を許したですね、日テレのせいですね、これね。相沢智子、現在インスタアカに鍵かけて逃亡しているそうであります。全くの無実で全然後ろめたくないんだったら、こんなことをしないでしょうね。セクシー田中さんは小学館で連載中だったが、12月5日号をもって永遠に未完の作品になってしまった。小学館にしてみたら漫画家さんは、売れる漫画描いてくれる漫画家さんは、金の卵ですよね。それをね、自殺に追い込んだ日テレをめっちゃ恨んでんじゃないの、小学館は。だってね、漫画家さんこそ、出版社の財産だもんね。脚本家の相沢叩きが激しかったのか、日テレ関係者個人への SNS などでの誹謗中傷などはやめていただくよう切にお願い申し上げます。異例の声明。世論です。日テレがまず責任取れよ。なんで、元凶が被害者面してんだ。いつもの説明責任はどうした。ネット社会はそういうもんや。確実に自分らのせいなのにネットに責任転嫁。なんかこれ自殺をですね SNS のせいにしようと、してですね、ミヤネ屋のミヤネ、使ったりなんかしてそう言わしてるみたいですよ。昔はメディアが一方的に正義を振りかざしていたから今の方がマシ。今だと反論できんもんね、ネットで。昔はネットがない時代はテレビが言いっぱなし、やられる方はテレビにやられっぱなしでしたけれども、マスゴミによる間違った報道や追い詰めた報道により死んだ人もおるんやで。マスコミだけが正義なのかよ。個人攻撃するな。日テレは何も悪くありません。だってよ、加害者サイドにしか見えないやつが叩くなって言ってもさ、日テレが叩いたせいで人知れず離婚したり一家離散になったり失業したり自殺したりした人は開局以来71年の間に無数にいるだろう。いるだろう。日テレ開局1952年っていうから今年で71年なんですよね。その間にですね日テレが叩いたせいで、死んじゃった人とかいるだろう無数に。なんか凶悪事件の犯人の、父母妹、兄、家族全員自殺してたなんて、ことありまして、どの事件だったか忘れちゃったんですけれども、
秋葉原通り魔事件だったっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、こんなことになってんな、ウィキペディア見てびっくりした覚えがあります。今まで一方的に他人を叩いてきたくせに俺らは叩くなって、どういう神経してんだろう、全然理解できないですね。日テレにですね、安全な場所から他者を一方的に叩ける権利なんかない、もうない、昔はあっただろうけどもうない、ネットがあっから。日テレはネットが憎いでしょうね。30日施政方針演説で岸田総理、自民党総裁として自分の任期中に改憲を実現したい、大見え切ったなぁ、支持率低迷を受け保守層へのアピールとみられる。まあ、実現したいであって実現しますじゃねえから、逃げ道は残ってんですけれども、毎度のことながら世論です。まず目の前の灰を追っ払った方がいい、これは裏金問題のこと言ってんのかな。お前には何にも期待してないから灰をやめろ。右派に媚び打っても支持率アップは無理ですよ。脱走化しないと無理だぞ。なんか急ぐ理由あるんけ。これを言えば支持率が上がるみたいな浅い考えで言ってるだけでしょ。改憲は必要だが岸田には無理今の自民党の支持率で改憲なんて無理やろう。皆さん何にも期待してなくて、予想通り、予想通りに皆さん何も期待してませんでした。これは保守層にこびたものではなくてですね、これバラバラになりそうな自民党議員向けの発言かな。改憲は自民党の綱領だから、まさかこれに反対する自民党議員はいないよな。石破と河野の売国コンビぐらいじゃないですか。あとは村上っていうやついたな、村上、元民主党だっけな。脱走化しないと無理、まさにこの通り。岸田総理の演説を受けですね、山口夏夫公明代表、先送りできない優先課題を差し置いて憲法に力を注ぐ状況ではない、早速水を差しに来ました。世論です。自民に連立切られるって意味ですよ。この人も長いね、後継者いないの。改憲とスパイ防止法が最優先課題だろう。うだうだ言ってないで全部やる、全部。どの国でも憲法改正は最優先課題では。考え方違うなら連立解消すればいいやん。アメリカからなんか戦争の情報でも入ったんですかね。岸田総理らしくなく、なんか急いでいる印象ありますけど、公明党と連立してるうちは改憲は無理ですね。議員票3分の2に公明党は数えない方がいい。最後の最後に裏切るから。創価学会、改憲に賛成して、学会夏夜なれ。これナショナルっていう意味ね。香港支部が閉鎖されちったらどうすんだ、ぐらいなもんなんだからね。公明党は最後の最後に裏切る。これ予言じゃなくて予想です。それと、スパイ防止法を作る前に国民投票に踏み切るのはリスキーですよ。台湾のね、総統選挙で暗躍した中国の工作員案件は4000件弱でした。3850何件。だった。国民投票の前に散々工作されるのがオチですよ。台湾はスパイ防止法案のにこの始末なんだから、スパイ防止法はね、日本なんかやりたい放題工作されちゃうね。公明党連立解消からのスパイ防止法と利敵罪を制定、ここまで来てやっと改憲の国民投票できると思います。こういう手順踏まないとちょっと難しいな。リスクあんな。連立解消がスパイ防止法より先なのは、公明党がいる限りスパイ防止法が実現しないからですね。道のりはまだ遠いと。これができる前に戦争始まっちゃったらですね、当面の間9条の効力停止を閣議決定っていう裏技ありますけれども、これ実は合法です。野党とテレビが大騒ぎするだろうけど、そんな知ったことでね、緊急事態だって、突っぱねることが岸田にできるかな。できそうもないな。すっかり報道が減った能登地震、被災地外への二次避難したくない、被災者が8割だって、被害が少なかった金沢とかに移動してくれっていうのを、それは拒否する。生まれ育った場所以外考えられない。二次避難に応じるつもりはない。移っても仕事がない、などなどだそうであります。世論です。そこに公営住宅建ててやれば、まあ気持ちはわからなくもない。まあ残らせてあげたらいい。居住地選択の自由、年取ってから今更移るのはきついよ。出てもいいと思ってる人はとっくに出てるし、
まあそりゃすごいよなーって、被災者の皆様の一刻も早い日常の回復を願っております。大学進学とかで生まれた場所から出た経験がある人はまだ柔軟ですけど、そうでない、そこしかそこから出たことない、地元民には抵抗あるよな、そりゃな。あとは年取ったらまた格別に動きたくないよな。一生懸命を頑張ってほしいですね。一生懸命を頑張ってほしいですね。それに比べてトルコが嫌だからって川口に行ってクズどもと来たら、って思いますよ。その他のニュース、上川陽子外務大臣国会で竹島我が国領土と明言。これ何も上川大臣が偉いんじゃなくて外務省の一致した政府見解ですね。韓国政府発表、日本政府は徳島に対する不当な主張を繰り返すことが未来志向的な韓日関係の構築に全く役に立たないことをはっきりと自覚すべきだ。ちょっとわかりにくいな、何が言ってんだバーガーって感じなんですけど、新生軍事敵国が何言ってやがんだっての、だが向こうから絶対にですね断交って言ってこないんですね。こっちはそう言ってくれたら願ったりなんですけどね。これグズグズ言ってないで、韓国政府がこういう生意気なことを言ってくるたびに、じゃあホワイト国から離地域に戻しますとか、スワップ途中ですけどやめますとか、関税 5% 上げますとかやれよなーって、何にもやんねえでいかんで言ってっから舐めらんだよね。高市早苗経済安保大臣、能登地震もあるし大阪万博は延期したら、維新馬場代表、延期を主張するなら議員辞職しろ。なんでそうなんのか全然わかんないですね、私には。誰か教えて知ってる人。この謎理論、謎だ。万博立憲を守るために必死でですね、赤字反射で口答えしちゃったんですかね、馬場さんは。自分でも自分で何言ってか分かってないだろう。大阪万博協会、月給200万円。協会員、役員ね。350億円かけて作る、木造リンクの解体後の再利用方法を公募。今更。考えてなかったんかーいって。いや、グダグダで呆れますね、これね。350億円だよ。3500円じゃなくて。びっくりしちゃうね、グダグダすぎて。今更かよ。考えてなかったんかーいっていうですね。まあ、呆れ果てて、物が言えませんよ、本当に。というわけで、紀元節の会、ご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。